じゃあ何しますか？何する？お前自分ち作れよ。あんた、私の家作ってもあんた壊すじゃない。壊してないよ。いやだってさ、わしこれわざわざちょっと離れた孤島にさ、いいお家作ったのに昆布の道作られてさ、はあ。ちょっと何が気に入らんの？不満じゃない？ロケーションがさ、昆布やで。まあ、昆布バカにしてるんか。バカにしてないけど、食べ物の上歩くのはよくなくない？なんで急に正論ぶつけてくるの？マイクラだぜ。昆布、え？もうかん、え？ゲームじゃん。ゲームじゃん、これ。おう。あ、だからさ、別に食べ物とか関係なくない？いやでも、嫌じゃない？昆布の上歩くの。それができるのがゲームじゃない？それさ、ねえ、現実の世界でさ、そんな昆布固めたやつの上歩ける？歩けないでしょ。ゲームでわざわざ昆布の上歩く必要なくない？現実できないから、やゲーりムでたやいるんの？じゃ現ない？実で昆布の上歩きたいやりの？たい。やりたいね。すっごいやりたい。現実で昆布ぶってわし固めはたややつりたに、くないから、わしんちの近くでやらないでほしい。いや、でもさ、人んちの近くでさ、昆布固めたやつの上に乗れるっていうのもさ、現実だったら無理だよ。でもね、ゲームだからね、人んちの横に昆布の道立てて歩くこともできる。でもゲーム迷だから。惑じゃん。迷惑？うん。確かに。現実だったら迷惑。でも、これゲームだから。ゲーこれムでマイもクロ。迷惑じゃけどし。そうだね。でも、許されるじゃない？ゲームだから。許されないから壊してんじゃけどわし。なるほど。わかった。殺せ。ねえ。いや、割と、言われたから抵抗したが、実際は、そうどうででももない。いいでしょ。うん、どうでもいい。はっきり言って、昆布とか、どうでもいい。